オ&純和プレゼンツ黒木タクシー。今日のお客様はバンドじゃないもんマックス仲良しの三内こと望月美優です。熊本県熊本市東区某所に本社がある黒木タクシー。モットーは安心安全そして信頼。目的地まであなたのドライバーを務めるのは黒木義弘。正しい交通知識を武器に安全運転で熊本県内を縦横無尽に走り回ります。宇佐美工業&純和プレゼンツ黒木タクシー。ここからの25分、宇佐美工業と居酒屋菜食円満純和がお届けします。地震の衝撃にも液状化にも強く、環境汚染も起こさない地盤改良工事、ハイスピード工法。私たち地盤のプロがおすすめします。安心して住める家づくりは地盤から。宇佐美工業。純和豊島本店と隠れ家純和は元気に営業中。豊島本店前では朝10時半から純和の唐揚げやうちの卵焼きなど人気のメニューでお弁当も販売中。夜はオードブリや居酒屋メニューのテイクアウトも。熊本頑張ろう。菜食円満純和。あっちった暖房ば強しょうかね。寒かな。あらお客さん、あらかわいいか。こんにちは、黒木タクシーです。すいません、お願いします。はい、はい、お願いします。はい、どちらまで参りましょうか。FMK まで乗せてってください。はい、わかりました。 FMK って今からなんかあったですか？あ、そうなんですよ。この後19時から、はい、トレンドトラックっていう番組ば、するとですけど、運転手さんは聞かれますか、ラジオとか？もうこの車はもう FMK しか入らんですね。何も入らん。あ、番組出なはっと。ああ、出ます、出ます。7時から。7時から。もうすぐです。あ、そうですか。はい、あら、そんなおしゃべりのお仕事をされてる方ですか？そうですね。おしゃべりの仕事もさせていただいてるっていう感じですかね。いやー、なんか本当はモデルさんじゃなかったですか。またまた、身長だけでした。いやいやいや、ですたい。なんか見た目に全然熊本の方ですよね、そしたらね。はい。いやー、なんか見た目が都会的だもんだっていうのが。なら、他どういうお仕事を？他は、バンドじゃないもん、マックス仲良しっていうアイドルグループに。うん。入ってるんですけど。うん、若干長かったばってんが。バンドじゃないもん、バンドじゃない。バンドじゃないんですよ。バンモンで大丈夫です。バンモン。はい。バンドじゃないもん、なんて？マックス仲良し。マックス仲良し。はい。それは、アイドルさん。アイドルさんです。アイドルさん。はい。何人組ですか？ 6 人組です。何年ぐらいしようなと？私自身は、7年、丸7年経ちました。私はっていうことは、その、うん、グループはもっと長いかったりするとですか？グループ自体はちょうど8周年だったんですよね、この前。はははな、うん、結成して1年後ぐらいに入んなはって。はい。あ、そうですか。それは、熊本のじゃないでしょ？全国でしょ？のでしょ？一応、まあ、拠点は関東にはなっているんですけど。なんで入んなかった？普通に上京したんですよ。夢の国で働こうって思ってから。はいはい。上京して、下積みをしてたんですよ。なんか仕事して。その時は目的は目標はアイドルじゃなくて。夢の国で。おー、そこで働くことを夢見て上京しなって。うん、そう。うん。で、なんかスタモン出しよったら、お声がかかりました。ちょっと待って待って待って。いや、そういうね、夢の国とかなんか、目的持って行く人はいますけど、うん、そこで急にアイドルから声かかることはないです。で、そこを教えてくださいよ。でも多分、元々のきっかけは、この、熊本でもずっとやってたんですけど、うん、踊ってみたって動画は、ネットに上げよって、はいはいはい、で、それをこう見て、たというか、こういろいろ巡り合わせがあって、それを見たのも一個きっかけになって、お声がかかった、オーディション受けるみたいな、
感じの。向こうから探してもらって、受けてみたらって。そう、受けたらって言われたんですけど、それらしいものは何もなかった。なんか君で行こうと思ってるんだけど、みたいな。うわ、芸能界なんかすげえ。めっちゃうさんくさかったです、うちの代表が。これ騙されっぱいねと思った。ですよね。ほら、怪しかねあんしたって。いや、もう東京怖かねと思って。それ、上京しなはってどんくらいでそうなったんですか？上京して本当にすぐでした。1ヶ月。いや、恐ろしか。いや、もう東京は石投げればそういうな、怪しい人にって。って。いや、ほんと警戒心は絶対ありますもんね。結構私もその警戒心の塊というか、石橋を叩き壊すタイプの人間なので。渡れなくなるから。そう。だからその時も大概こう、お母さんとかに電話して、どがんを思うって言って、でももともと好きだったし、そもそもこっちにいる頃は目指してたんですよ。いろんなオーディション受けて。はいはいはい。でももうやっぱ大人になったし、もうそろそろ、リミットかなって思って、ちゃんと仕事をするために上京したんだ。こういうことになったから、なんかやるだけやってみたらダメだったらやめればいいし、みたいな。だかえっていい時代に、いい年齢で出会ったんですね、そういうところに。そうですね。ガツガツも、どんなやってもしがみついてでもって思っとっと、それこそなんか騙さるっていうか。そう。うわぁ、そうか。どういうグループなのかっていうのはやっぱ気になるから、もちろん。調べて、グループ名は聞いてたので、そしたら、新生かまってちゃんのドラムのミサコが、リーダーというか、メンバーだっていうのを見て、楽器やるんだと思って、はいはいはい。なんか結構その時いろんなアイドルがやっぱ好きで見すぎてて、なんかもう、量産型はいいって思ってた。なるほど。ありがちの歌って踊ってだけの、いっぱいいますもんね。なんかその自分がこうやって応援してくれた人たちとかに誇れないことはやりたくないってなんかすごい思ってて、素晴らしい。なんか恥ずかしいと思ってやりたくないじゃないですか。だからやるんだったらマジでバンバン売れるつもりで、やりたくて、で、唯一無二なものがいいと。で、そしたらもうドンピシャ、そうだったし、その、新生かまってちゃんも、その、私、熊本のタワレコで働きよったっけんです、ね。その時から知っとったっけんです。もう今、脳なったばって。脳なった、もう潰れてから私も解雇になりました。亡くなるあの時に。もう最終メンバーです。あ、そうっすかー。でも、それも運命で、そのタワーレコードの本当にお店大好きだったんです、あそこの、あの、周りのスタッフさんとかも。だから、潰れてなかったらあそこに就職しようって思っとったんです。あ、そんな好きだった。じゃあ音楽好きだったんですね。そうなんですよ、ね。何様。だから、まあ、それも運命だったなとは。いや、本当ですね。今思えば、潰れてよかったじゃないけど、それが今の道を切り開いてくれたですもんね。そう。ぶわ、人どうなるかわからんばって。いやー、でも無駄なことないなって一個ずつこう回収していってる気はしますね。すげー、その若さでその言葉が出るとはすげー。へー、で、その、じゃあ自分がちょっと知ってる、人でもあり、コンセプトがあったわけですよね、そこに。は、なら、あれっぽいねっていうアイドルさんじゃないわけですよ。そう。ね。そう、なんかもう、ああ、何々ごたって言われる感じじゃない、とこが、やっぱ、一個こう、決断するきっかけにはなったかな。で、実際その7年前でしたよね。加入して、で、それからどうだったですか、自分の思いと比べるって。ああ、でも、その、もともとツインドラムのユニットだったんですよ。で、それが、こう、歌う子たちが3人入って5人のグループになってて、そのドラムが片方かけるタイミングで私に声がかかって、ドラムは叩けんですよって言って向こうはドラムを叩いてほしいと思って入れた。いや、なんかそういうわけじゃないからって言われたんですよね。じゃあ何をすればいいんだろうな。そうなりますよね。で、ベースならできますけどって言ってベースはもともとやって。そう、高校生の時にこっちでずっとジャンゴでライブしてたんです。うわ、ほんと？それも回収されましたね。もちろん将来じゃあミュージシャンでっていうよりも趣味で。そうですね。部活でやってたから、みんな、そうね、プロになろうと思ってる人はいなかったのでは、わかんない。なんか卒業したと同時に、みんなやっぱバラバラになっちゃって、楽器私を触ることなくなって、もうずっと、
眠ってたから、また触れるなら嬉しいって思ったんですよね、その時に。すげえ。いや、人ってなんか全部つながる、うん、とかもしれんですね。そう思いますね。すげえな。で、そう、アイドルユニットに入ったと思いきや、楽器をっていうことになって、うん、ベースならできますと。いいポジションでしたね。そう、やりたいことを全部詰め込んだようなグループによく出会えたなって。そして、うん、ね、ああいうこともやってみたい、こういうこともやってみたいっていうのが、うん、今一つに全部つながって。そうですね。いやー、なんか飛び込んでみるもんですね。いや、そうなんですよね。やっぱ一歩あそこでビビってやんなかったら、うん、今頃何をやってたのかなっていう。夢の国で働けてたらまだしも、まだしもあそこもなかなか厳しいところだろうけんですね、うんうん、そうですね。いや、すげえな、人は頑張るもんだな。うん、一歩なんですよね、やっぱ最初の一歩よね、だけね、うん、難しいですけどね。いや、でもあれでしょ、去年なんかずっとやっぱもうね、コロナの影響でライブとかもなかなか全国も行けんだったでしょうね。行けんかったですね。その3月からスタートするツアーがあったんですよ、うん、もう2020の、もうそのバンって出た瞬間だったんですよね、NG が。で、ギリギリになって、まあ、初日できませんって言って、うん、でももう、箱もキャンセル料がかかるし、だったら使おうってなって、配信ライブをそこで初めてやったの。結構早い段階で。いつ頃、3月、1日じゃないか。そんな早く配信、もうめっちゃ早い段階で、だから、本当にハリボテというか、うんうん、ただ配信しても定点で見せたって面白くないからって言って、うんうん、スタッフさんが人力で一人ずつスマホを持って、ライブ配信で推しカメラをやってくれたんです。ああ、素晴らしか。すごいいい配信というか、うん、もう時間とかお金もない中で、うん、脳みそ絞ってやった配信だったなっていうのは、思いましたね。そっからが大変だったんですけど。何か。まあ全部ダメになって、ツアーが。ああ、そうよね。こんな全部ダメになると思ってなかったから、結構ショック受けて、で、しまいとこう、家から出ないでくださいっていうのが、事務所からもう、命令レベルで出て、で、本当に一歩でも出る場合は連絡くださいねくらいの硬さだったんですよね。そがん言われる気、私本当に出らんとですよ。備蓄型のタイプだけんが、家から出らんでも困らんとですよ。いっぱい食べ物あっけ。そうだけん、本当に出らんかったらキノコ俳優ごとった。まあね、精神的にもね、追い込まるしね、出らんっていうだけでね。でもちゃんと守って。うん、あの時は本当になんかこう、ああ、周りの人いてよかったなって思いましたね。やっぱ結構、くじけそうだったというか、なんかやっぱ会えると思ってたし、チケットもソールドアウトしてた公演だったので、なんか結構悔しくって、その発表をどんどん出していくんです。ここもダメになった、ここもダメになったって、どこどこ公演中止です、延期ですとか払い戻しはっていうのを出していくたびに泣いてた、家で。いや、泣くよね。やっぱファンの人たちもね、目の前で会えるのもね、こっち演者側の人たちも嬉しかでしょうし、そこでわーって言うのでこっちもわーってなるしですね。ライブってそれですもんね。そうなんですよ。きつかったな。いやー、悔しかったですね。でもなんかごめんっていうのは違うと思ってて、うん、絶対に私なんか堅くなに謝んなかったんですよ、うんうんうん、多分嫌だと思ってファンの人が、うんうんうん、ごめんって言われるの、うんうんうん、だから悔しいけどっていう話をいつもしてた。うん、うん、謝ることじゃないですもんね、うん、謝らないでっていう言葉が返ってくるのが目に見えてたから、うんうんうん、なんか次会えるまで元気に過ごそうねっていうのをずっと、うんうん、言い続けて、うん、まあ、それ、で、まあ、ずっとライブできなかったのが、やっと現場が、お客さんありで、復活したのが、10月、2020年の10月10日が、ちょうど8周年の日で、そこで、久しぶりにお客さん見て、なんか、うわってなって。いや、泣く、泣く、なんかそれ泣く。で、また弾けて。でもやっぱ声は出せんけんが、みんなこう、ちょっとやりにくそうではあったけど、お客さんも。お客さんがね、うん、そうね、みんな声出し禁止のね、ライブになるもんね。うん、そっか、まだだけ完全には戻らんですな。はぁ、なんかこう、熊本地元にもなかなかね、こう、里帰りというわけにも、うん、仕事がないけん里帰りしますっていうのもできんし。帰ってこられんかったですね。そう。
大体ならもうそのコンサートライブのツアーの途中で実家に寄ったりとかは、うん、今まではそうですね。熊本公演とかもやっぱこう凱旋だからちょいちょい入れてもらっていたので、そのタイミングだったり、まあ前乗りできれば、うんうん、あの熊本から行ったりとか、うんうんうん、じゃなくてもピッて帰ってきてたタイプ、うんうん、って帰ってきてさえあればそう、ね、休みがあれば帰ってきてたんですけど、なんかね、また今年はちょっとぐらいはそっちの方向にね傾いていくというかですな。そうですね。なまた熊本で帰ってくとライブで帰ってくとま楽しみしておきますね、うん、はい。あとなその前はずっとラジオは出ようになったでしたよね、 FMK に。そうです、うん、この後なんだ番組なんだったですかね。トレンドトラック。トレンドトラック分かった、聞いとこの後聞いときます。お願いします。分かりました。なちょっと FMK でな今から、うん、はい、頑張んなってくださいね。頑張ってきますね。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。トレンドトラック。新年明けましておめでとうございます。この番組は熊本で最新トレンドを追いかけていくタイムラインの最上部から始まるラジオ番組です。今回のパーソナリティはバンドじゃないもんマックス仲良しのみーちーこと望月美優です。望月としましては2021年最初のトレトラの放送となります。いやはや年が明けてしまいましたね。年末感を感じずに過ごしたので、ちょっと年明け感もない感じかなと思うんですけれども、そうだな、今年の目標はやめたんですよ、この今年1年の抱負みたいなの立てるの忘れるから。あの月ごとにあのその都度立てていこうかなと思います。まずはね、1月に関しましては、風邪をひくなよっていう感じですかね。はい、よろしくお願いします。そして今回、トレトラの前に放送されている黒木タクシーにも出演させていただきましたが、皆さん聞いていただけたでしょうか。黒木さんとは、一応面識がありまして、それで、タクシーに乗せていただいたんですけど、喋りすぎて、なんか結構しっかりと尺のある番組なのに結構半分くらい切らなきゃいけないなみたいなことを言われた気がします。大丈夫だったのかな、心配ですけど、聞き逃した方はぜひラジコで聞いてください。結構コアな話とかもしたかなと思います。ということで今日も15分間撮れたらよろしくお願いします。それではここで一曲お送りします。バンドじゃないもんマックス仲良しで結構なお手前で。トレトラ、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 切りたく。番組が気になったキーワードをキュリアスハッシュタグ、略してキュリタグとしてパーソナリティがタグ付けしていきます。おお、今年初のこのコーナーなんですけれども、なんと私が初めてキュリアスハッシュタグ、まあ、今言えなかったんだけど、先ほどはね噛まずに言えたんじゃないでしょうか。見事でした。はい、今回のキュリタグはソーシャル VR サービスです。ほう、ソーシャル VR サービスとは何ぞやという話なんですけれども、なんだ、みゆちさんは SNS 使ってますか？ SNS って Twitter とか Instagram とかそういうやつ使ってる？ほう。今 VR 空間で楽しむ SNS であるソーシャル VR サービスを楽しむ時代です。まだ楽しんだことないぞ、それは。簡単に言えば映画サマーウォーズの世界。サマーウォーズの中ではオズという仮想世界が広がっており、コミュニケーションを取るだけでなく、行政の手続きもオズの中で行われてしまうんですねって。で、2021年時点でも SNS のアカウントのようにアバターを取得して VR の中で、他の人とね交流するサービスが出てきていますって。SNS と違うのはアバターの動きや表情をこう伝えられるということで。なんかニッコリーみたいなことかな。みたいなことかな。有名なサービスを少し紹介すると VR チャット
VR 上でのコミュニケーションはもちろん、個人が仮想空間を作り出すこともできる。バーチャルマーケットというイベントがすでに大人気ということでね。現在バーチャルマーケット5かな、さすがに5かなが明日1月10日まで開催中ということでね。なんか調べてみたんだけど、こういろんなこう公式のねアバターみたいなのが出てて、なんかなかなかのこうお値段で取り扱われてましたけど、いろんなものがあるんだね。フリーのやつとかもありましたね。ぜひちょっとチェックしてみてください。そしてもう一つ、クラスター。クラスターとは英語で集まるという意味ということでね、日本の会社が提供するサービスなので、バーチャル渋谷やバーチャル東博、バーチャル東京国立博物館といった日本人が楽しめる仮想空間が提供されています。あのリアルにあるものがこう中に存在しているっていうことなんですかね。今人気があるのは VTuber のイベントや e スポーツの観戦だったりするということですが、もしバーチャル熊本を作るとしたら何が必要か。バーチャル熊本ね、なんかあー熊本やんねーって思うようなものがあったらいいなーということでしょ。やっぱ熊本城は必要なんじゃない？あ、でもね、やっぱアーケードがあると嬉しいかも。あと路面電車走っててほしい。試練このあと鶴屋じゃ、もうちょっと遠くまで行っていいんだったら、普通に、なんだろう、夢タウンとかあってほしいですけどね。あ、水前寺公園なんか、阿蘇山あってほしいけどさ、バーチャルの世界でどれだけ阿蘇山の偉大さをさ、伝えられるかわからないから、とりあえずわかりやすいやつから行こう。そしたらね、うちの実家もちょっと作ってもらって、帰省しますけどね。はい。自分でこう作れるんだったらそういうこともできるかもしれないですよね。実家に帰ったよ、みたいなこともね、いずれできるかもしれないですね。はい。そういう時はね、お母さんのアバターとか置いときましょう。はい。で、バンモンでもね、VR 空間でライブ。そうだよね、ライブをやってる人もいるんだもんね。バンモンが VR、なんかやりやすそうだけどね。なんかアバターとかなりやすそうじゃない？うちのメンバーいつかできる気がする。ちょっとどうやってやるんだろう。なんか技術の進歩っていうのを感じますね。ベースを弾くアバターを作ることもできるらしいです。そんなアバターのが私より上手い説だったりするのかな。そういうことではないのかな。露骨に出てしまうの、私の技術がどういうシステムなんだろうね。ちょっと気になりますね。早くその時代に追いつきたいと思います。それでは最後にソーシャル VR サービスをタグ付けしていきます。ハッシュタグ、どこでもドア存在しているものだけどなんかもうちょっと違うこと言いたかったな。未来の近所とかね。ハッシュタグ未来の近所にしようか。そうしよう。そう。気軽に行けるね。いろんなとこが近所になるっていうのはすごいいいことですよね。それで行きましょう。ハッシュタグ、未来の近所。よーし。汗かいた。以上、キリタグのコーナーでした。それではここで一曲。バンドじゃないもん、マックス仲良しで、焼き餅。トレンドトラック。ラジオの感想はハッシュタグトレトラをつけて SNS に投稿してください。熊本のタイムラインをアップデート。メッセージは番組の公式ツイッターまたはインスタグラムアカウントにダイレクトメッセージでお送りください。アカウント ID はアットマークトレンドトラック15、アットマーク TRENDTRACK15 です。よろしくお願いします。いっぱいお便り待ってます。ということで、2021年一発目のキリタグということで、まさかね、新年一発目のキリタグが当たると思わなかった。当たるとかじゃないのか、これは。当たりましたね。大丈夫だったんでしょうか。過去は振り返らないよ、とか思ってる時に見てくれたら嬉しいです。来週のパーソナリティも私が担当します。ぜひ聞いてください。
今週はここまで。お相手はみゆちこと望月美恵でした。ならねー。この番組は熊本で最新トレンドを追いかけていくタイムラインの最上部から始まるラジオ番組です。今回のパーソナリティはバンドじゃないもんマックス仲良しのみゆちこと望月みゆです。バーモア8周年末広がりツアーが去年末から今年頭にかけて行われていたのですが、福岡公演に関してね感想をいただいたので紹介していきたいと思います。ラジオネームドドさん、みちこんばんは。はい、こんばんは。ワンモンちゃんツアー開催と福岡凱旋おめでとうございました。まあ、九州凱旋って感じですかね。私で言うと久々に手に場所書いてあるやつとか、手に場所書いてあるやつね、あの私が手のひらにすぐ地名を書くんですよ。その福岡だったら福岡とか書くんですよ、ツアーに行くと。まあ、それを見てね、ツアー始まったなって思ったよって言ってくれてます。福岡で水炊き、もつ鍋、ラーメンたくさん食べたよ。熊本のラジオで質問するのもあれですが、福岡に来たら食べたいものとかありますか？ごまさば、ごまさばです。美味しいのよあれ。なんかね、しかもそのお刺身みたいな、サバのお刺身みたいなのがこうちょっと甘い、なんかごまと醤油みたいな、ね、みたいなやつとこうあえてあるやつなんだけど、なんかね売り切れになるねん、居酒屋さんとかで。なんか早いかんと。だけね、あのあったらラッキーと思いながらいつも行きますね。私はでもライブ終わってからカップラーメン食べました。なんかわざわざあの福岡のラーメンだよっていうやつ食べました。はい、そんな感じですかね。感想いっぱいありがとうございました。ということで15分間よろしくお願いします。それではここで、このツアーを通してね、なんかこう記憶にすごく残ったなっていう一曲をお送りいたします。バンドじゃないもんマックス仲良しでメタモライザー。トレトラ、トレトラ、トレトラ、トレトラ。石橋を叩いてあげる。石橋を叩きすぎて壊しちゃうほど慎重派な望月。一歩踏み出すのはやっぱり怖い。そこであなたが渡ろうとしている石橋、つまりチャレンジしたいことを募集。その石橋を渡るべきか、私が代わりに叩いて確かめてあげますというコーナーです。ではね、またこう橋が投稿されているので、聞いていきたいと思います。ラジオネーム、鹿尾。食べ始めるならどっちの橋？最近はどんどん気温が下がってきてますね。この時期になると無性にたい焼きが食べたくなるのですが、いつも頭から食べるか尻尾から食べるかで答えが出ません。今は袋から取り出した時に見えた方を運任せに食べていますが、そろそろどっちかにけじめをつけたいのでミューチーの助言をいただきたいです。よろしくお願いします。どっちの橋ってそういうこと？はあ、うまいこと言えるね。私ね、たい焼きを食べないんですよ。うん、たい焼きを食べないのよね。あんこが食べれんけんが、まあ、中がこうチョコレートとかだったらたまに食べるんですけど、でもなんかねあんまりね気にしないかも。なんやったら私半分に割って真ん中から食べます。なんかね、あの最後にあんまり入ってないとこが残るのが嫌なの。だからこう分配していきます。はい、だからもう全てを裏切って真ん中からぶった切って食べ進めるっていうのはどうでしょうか。ちょっとあのすっきりするかもしれんよ。やってみてください。これは石橋を渡らせたのかやめさせたのかわからないです。はい、どうぞ試してみてください。ではね、もう一つ橋を紹介したいと思います。ラジオネーム
ポニマ電話をかけっぱし。最近彼氏が忙しそうにしてるので電話をしたいけど迷惑になるかもしれないと思ってできませんっていう、なんて可愛い、なんて可愛い相談が来たんですか。このコーナーに似合わないと言ったらあれだけど、すごく嬉しいですね、望月は。はい、忙しそうにしてるから気遣ってんのか。え、でもさ、今時さ、連絡ツールは電話だけじゃないんだからさ、打診したら、なんか電話したいなって思ってるんだけど忙しくない時間とか電話できそうな時あったら教えてって言ったらね、電話しかない時代やったらもう一発かけるしかないけど、なんかちょっといいやん、ちょっとだけでいいんだよって言いながらかけたら、10分だけ喋れたら嬉しいなとか、ほらあれやね、すっごいなんか長話したかったらちょっと長話がしたいでござるって言った方がいいけど、うん、そんなこともなさそうなのでね、そんな寂しくなるだけやで、そうやで、心配事はなくしていった方がいいぞ、電話しなまずは連絡しな、うんうんうん、そんな感じですかね。私はこれは渡らせたのかもしれんな。渡れるかどうか叩いてきてみたらって言った感じか。無責任なやつですね。はい、まあでもどっちもね、チャレンジしてみてください解決したのかな。ということで、このコーナーではあなたが今チャレンジしたいことを〇〇橋と名前をつけて教えてください。以上、石橋を叩いてあげるでした。それではここでね、そんなラブリーな、キュンキュンな一曲をお送りします。パンダじゃないもん、マックス仲良しでロマンティックテレパシー。トレンドトラック。ラジオの感想はハッシュタグトレトラをつけて SNS に投稿してください。熊本のタイムラインをアップデート。メッセージは番組の公式ツイッターまたはインスタグラムアカウントにダイレクトメッセージでお送りください。アカウント ID はアットマークトレンドトラック15、アットマーク TRENDTRACK15 です。そしてね、ここでね、悲しいお知らせがあります。なんと、次回、石橋を叩いてあげるのコーナーが最終回です。なんと、さっき言ったばっかなのに。はい。何かに挑戦しようとしている人、悩んでる人はね、お早めにね、メッセージをお待ちしております。一回も石橋を叩いてもらわずに終了する人生になってしまいますよ。はい。ぜひ叩かせてくださいね。で、万文からのお知らせです。万文チャンネル、YouTube のチャンネルがですね、毎週火曜、金曜に更新されておりますので、こちらも、暇つぶしに、ちらりと覗いてみてください。では、来週のパーソナリティは、ていしんくんが担当です。今週はここまで。以上、みゆちこと、望月みゆでした。ならねー。